マシュー・マーティン・カー・ペンターは、アメリカ合衆国テキサス州、ホートベンド郡、シュガーランド出身のプロ野球選手。右ト左ヒ MLB のセントルイス・カージナルス所属。愛称はカープ。2007年の MLB ドラフト前に肘を痛めて、トミー・ジョン手術を受け、大学に残留を余儀なくされた。2009年の MLB ドラフト13巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され。 プロ入り。支払われた契約金はわずか1000ドルだった。2011年6月4日のシカゴカブス戦で7番三塁手メジャーデビューを果たし、この試合でメジャー初安打も記録した。このシーズンは7試合の出場で安打は前日の1本のみで打率067出塁率263に止まった。守備面ではとして試合に出場し、 ザーマイナス 0.4DRS マイナス1を記録した。2012年は主力として活躍したアルバート・プホルスの遺跡、ランスバークマンの怪我により、出場機会が増え、前年を大きく上回る114試合に出場し、打率294、6本塁打、46打点、出塁率365を記録した。 守備面では一類手種として44試合に出場し、ザープラス0.7、DRS プラス2を、二類手種では5試合の出場で、ザーマイナス0.2、DRS マイナス1を、三類では33試合に出場して、ザープラス0.7、DRS プラス2を記録した。また、このシーズンは外野手としても出場し、7試合に左翼手で出場し、ザープラスマイナス0。 DRS-1 を右翼手では12試合の出場でザーマイナス 3.3DRS-3 を記録した。2013年は二塁手へコンバートされると前半戦で打率3219本塁打45打点出塁率394を記録し自身初となるオールスターゲームに選出された。後半戦も 打率3割を維持し続け、157試合に出場し、ナショナルリーグ6位となる打率。318、11本塁打、78打点、同7位となる、出塁率。392、同9位の72支球を記録し、自身初の規定打席に到達した。また、199安打、126得点、552、塁打は、リーグトップを記録し、 リードオフマンとして、飛躍のシーズンとなった。守備面では2類種として132試合に出場し、リーグ4位となるザープラス0.3、同6位となる DRS-1 マイナスを記録し、1類では2試合の出場でザーマイナス0.1、DRS プラスマイナス0を、3類では42試合の出場でザープラス0.8、DRS プラス2を、 右翼では2試合の出場で、ザ・ DRS ともにプラスマイナス0を記録した。チームの地区優勝及びリーグ優勝に大きく貢献し、自身初となるシルバースラッガー賞を2類種部門で受賞し、MVP 投票ではリーグ4位を獲得した。2014年3月8日に6年総額5200万ドルで契約を延長した。 オプションとして150万ドルの契約金が含まれ、2020年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際は200万ドルが支払われた。カーペンターは、私のような野球好きには、セントルイス以上に良い場所は考えられない。セントルイスという街で、そのファンの前でプレーするカージナルスの野球は、とても楽しい。これは私にとって、重要なことだからね。 とコメントした。シーズンでは、肖像類種のデビットフリースの遺跡に伴い、再び三塁にコンバートされた。6月6日のカンザスシティロイヤルズ戦で球団では、ライアン・ラドウィック以来となる1試合5安打を記録した。7月には2年連続でオールスターに選出された。自己最多となる158試合に出場し、打率272、8本塁だ。 59打点、リーグ7位となる、出塁率。375と、すべての項目で前年からは成績を落としたが、リーグ最多となる95試級を記録した。守備面では156試合に三塁手として出場し、リーグトップとなる288補殺を記録するも、ザーマイナス5.4、DRS マイナス5、右翼では2試合の出場で、ザーマイナス0.3、 DRS プラスマイナスレート、攻守で成績を落とした。2015年は154試合に出場し、打率、272、リーグ8位となる28本塁打、84打点、出塁率、365、同8位の81死球と打撃面では、前年を大きく上回り、リーグトップとなる44二塁打を記録し、本塁打、打点は共にチームトップを記録した。 守備面では146試合に3塁手として出場し、ザーマイナス4.4、DRS マイナス2、1塁では3試合に出場し、ザープラスマイナス0、DRS プラス1を、2塁では11試合の出場で、ザーマイナス0.4、DRS マイナス1を記録した。2016年は前半戦で打率、298、14本塁打、53打点。 出塁率420を記録し2年ぶり3度目となるオールスターに選出された。しかし7月7日のピッツバーグパイレーツ戦で副車筋を痛め故障者リスト入りとオールスターの事態が球団から発表された。前述の怪我の影響もあり前年を下回る129試合に止まり打率27121本塁打68打点。 出塁率380リーグ7位となる81支給を記録した。守備ではこのシーズンは3塁手ではなく、ユーティリティンフィールダーとして出場し、1塁では45試合の出場でザープラス1、DRS プラス3、2塁では40試合に出場してザーマイナス4.1、DRS マイナス5、54試合に3塁で出場し、 ザーマイナス 3.6DRS プラス3を記録した。2017年2月9日に第4回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出されたが3月5日に辞退した。145試合に出場し打率24123本類六69打点出塁率384を記録し109死球は 上位ボットに次いでリーグ2を記録した。守備面では一塁一種にコンバートされ、120試合の出場で共にリーグ4位となるザープラス0.2、DRS プラス1を記録し、二塁では13試合の出場でザーマイナス1.8、DRS マイナス2を、三塁では16試合に出場し、ザープラス1.5、DRS プラス1を記録した。 2018年は7月14日のシンシナティレッツ戦でルイス・カスティーヨから本塁打を放つと翌15日の試合でもアンソニー・デスクラファニーから本塁打を放った7月19日のカブス戦ではアンソニー・バスから本塁打を記録すると翌20日の試合では1回表にジョン・レスターから本塁打3回表に再びレスターから2点本塁打6回表に ブライアン・ダンシングから3点本塁打を放ち、1試合3本塁打を記録した。またこの試合は前日の3本塁打に加え、2本の2塁打を記録しており、1試合で2本の2塁打と3本の本塁打を放った選手は2016年のクリス・ブライアントに次いで MLB 史上2人目となり、球団では史上初となった。さらに、翌21日には、 ダブルヘッダー1試合目のカブス戦で、タイラー・チャットウッドから本塁打を記録し、ダブルヘッダー2試合目ではスタメンからは、外れるも7回表に守備交代で出場すると、その裏の打席で、ランディロ・サリオから本塁打を放ち、ジャンカル・ロスタントン以来となる、MLB 史上27人目、球団では、マーク・マグワヤを超えて、球団史上初となる6試合連続本塁打を記録した。また、 6試合で8本塁打と3本の2塁打を放ったのは、球団ではラルフ・カイナー以来71年ぶりの記録となった。これらの活躍もあり、7月は打率333、11本塁打、21打点、出塁率447を記録し、自身初となるプレイヤー・オブ・ザ・マンスに選出された。7月に2桁本塁打を記録するのは、 2004年のジム・エドモンズの13本塁打以来となる14年ぶりの記録となった。8月5日のパイレーツ戦ではトレバー・ウィリアムズから本塁打を放ち、キャリアハイとなる29本塁打を記録した。8月31日のレッツ戦でホーマー・ベイリーから2点本塁打を放ち、リーグトップとなる35本塁打を記録した。 地震初の最多本塁打まで残り一月となったが、9月は月間打率17、171本塁打と失速し、ノーラン・アレなどの38本塁打に届かず、後陣を排することとなった。このシーズンは156試合に出場し、打率、257、リーグ3位体となる36本塁打、81、打点、同10位の出塁率37、374、 同4位の102支球を記録した。守備面では1類で95試合に出場し、ザープラス0.8、DRS プラス2、2類では11試合に出場し、ザーマイナス1.7、DRS マイナス2、76試合に3類で出場しザーマイナス1.1、DRS プラス3を記録した。2019年はアリゾナダイヤモンドバックスから移籍してきたポール。 ゴールドシミットを一類種で起用するため、三類種に再びコンバートされた。4月11日に現在の契約に上乗せする形で、2020年シーズンから2年、総額3900万ドルで契約を延長したことが発表された。オプションとしてトレード拒否権が含まれ、2020年シーズンから2年間で、計1100打席に到達。 2021年シーズンのみでは550打席が必要となり、達成した際は2022年シーズンの契約である、単年1850万ドルが保証される。また、達成しなかった際は2022年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際は200万ドルが支払われる。このシーズンは開幕から調子が上がらず、7月2日に、 腰の負傷で故障者リスト入りし、一度は復帰するも7月16日のパイレーツ戦で右足をファウルボールで負傷し、再び故障者リスト入りした。129試合に出場するも、打率、226、16本塁打、46打点、出塁率、334と4年連続で記録していた20、本塁打が途切れ、打率、226は、 規定打席到達以降、自己アースとの打率となった。守備面では三類手として107試合に出場し、ザーマイナス2.1、DRS プラス5を記録し、一類はわずか4試合の出場で、ザープラス0.3、DRS プラスマイナス0を記録した。2020年は COVID-19 の影響で試合数の減少もある中で、 全58試合中50試合に出場し、打率、186、4本類二24打点、出塁率、325と、前年から、さらに成績を落とした。守備では3類一種として30試合の出場で、ザーマイナス0.3、DRS プラスマイナス0を記録し、1類では6試合で、ザー、DRS 共にプラスマイナス0を記録した。 2021年は2019年のゴールドシュミットに続きチームはコロラドロッキーズからノーランアレなどを獲得。一類種と三類種の補強をしたことで出場機会が減り35歳での外野種へのコンバートの可能性も考えられたが監督のマイクシルトがコンバートを否定した。スプリングトレーニングでは二類の守備練習を行い3年ぶりに二類種として試合に出場した。 5月15日に大量得点差だったこともあり、マウンドに登板した。バッティンググローブを使用しない選手の一人であり、野球を始めた時から使用せず、テキサスクリスチャン大学時代まで使用したことがなかった。メジャーデビュー以降もすででバットを振っている。ありがとうございます。